これ見てくださいね。これなかなか面白いでしょ、これね。こうやってこれ顔がこうやって可愛らしい顔してさ、こうやってね、なってて、なかなかこう、ほら、こうやって見てみると、ちょっと中がね、あ、これ穴中に洗いますけど、こういう風にね、なってて、なかなか面白いですよね。で、こういう風に後ろがこういう風になっていて、で、こういう風に猫がこう乗っかってる。猫が壺の上に乗っかってて、こういう風になってる。こういうの探すとね、ありそうでいてないんだよ、こういうの。だから、こういうものを探すのはね、ほんと大変なの。もちろんちょっとこれをちょっと中身がいいなんで、もうちょっときれいにして、で売ろうかなと思ったんだけど、なかなかこういったものってのは今の時代にはない。おそらくこれが出たのは平成の初期あたりぐらいだな。だからこういうの売ってるの、どこに売ってるのかって言ったら、昔は小さな雑貨のお店ですね。雑貨のお店にあったりとか、あるいは骨董店を同時に営んでいるようなリサイクルショップ。まあそういったところ、まあ個人になっているようなリサイクルショップですね。で、こう、中小企業でやってる。そういったところに置いてあったりするんですよ、こういうのが。でもこういうのを新品で買うと高いよ。こういうの新品で買うとね、意外と高いで、こういうちっちゃいものって。2000円とかね、1500、600円とかね、結構するんだよ、こういうのね。だからなかなかこういったものって、手に入るとね、いいなと思う。例えばこれが1000円ぐらいだったとしても安いと思うよ。なかなかこういったのないからね。で、今ほら、いつの時代でも猫って人気があるじゃないですか。で、猫ってのはいつの時代でも人気があるもんだから、こういったものって探してほしいですって言っても、なかなかないんですよ。だからみんなこぞってこう、わーって買いに来るから、こういったのがあるとね。だからこういったのがあると、なかなか面白くてね、いいなっていう感じなんですよ。どうもありがとう。